ただひたすらグルテンを作るだけです。こんにちは、ブーランジェリー聖司朝倉の朝倉聖司です。僕の会ではパンの作り方、楽しみ方をご紹介したいと思います。今回の作り方のポイントは、たった6つの材料で、手ごねでパンを作っていきます。機械も、通常だとパン屋さんだと大きな発酵の機械あるんですけれども、冷蔵庫で発酵させて翌日朝オーブンで焼くような、あの作り方ができる、とても簡単な作り方です。まずはじめに、粉の中に砂糖、グラニュー糖を入れて混ぜます。で、その中に水を入れます。で、ヘラを使ってボウルの端っこを削ぐようにかけていきながら混ぜていきます。粉と水がこうきれいに交わるように、あの普通に真ん中だけ混ぜちゃうと端っこに粉が溜まってしまうので、そういうように削りながら、あの 粉っぽさが残ってても全然大丈夫です。こんな感じで水気がなくなったら、このまま20分休めます。で、これを、オートリーズと言います。オートリーズというのは、粉と水を当てて粉の中の酵素を動かして生地にあのグルテンを作るというようなことになります。それでは20分休ませます。あの乾燥しないように、はい、出さないの、はい、はい、これで20分休ませます。はい、20分経つとこのようにどんどんこう自分でつながっていきます。ほっとくだけでどんどんグルテンがついてきます。で、これに、次イーストを入れます。イーストはこれ今日生イーストを使いましたけど、あのドライイーストでも大丈夫です。で、使う前に少しだけ水を入れて溶かしておきます。これを入れます。これをこねていきます。混ぜていきます。今度は20分休ませてあるので、だいぶ生地があの伸びるんで、だいぶ食べやすくなります。だいたいこう広がったところで、次塩を入れていきます。初めの方はこれ中に放り込むように、で、この後、麺台の方で、こねていくことにします。ただひたすらグルテンを作るだけです。初め20分で、つけた、作ったグルテンが他の材料、塩とかイーストとか入れたのでどんどん崩れてきて、それでベタついてくるんですけれども、それを一生懸命根気強く、これいろんな、生地のこね方というかグルテンの作り方があるんですけれども、まあどれも正解がないと言っちゃないので、あのなるべくこう温度の上がらないように、今日は気温27度なので、粉の温度もだいたい27度、水温がだいたい17度ぐらいで作ってます。はい、これが今度混ざったら、また少し、また
ズボンを着きます。はい、15分経ちました。またメリテンが程よくつながってます。でこのままで、普通のバケットは、出来上がりなんですけども、今回はオリーブオイルを入れてより簡単に失敗しないようにしてます。だいぶ生地が浮き出るようになってきたので、オリーブオイルも入りやすくなってます。まあ、あえてこう生地をこねるとかというよりもグルテンを作るというようなこう表現にしたいんですけれども、こうなんてこう思いっきり叩きつける必要はなくて、こう中に織り込むような感じで作っていきます。あの楽しみながらやってもらった方がいいと思います。あのなんか自由に、あのこね方の正解はないと思います。ただあの生地を傷めないように、そのパンを生地を傷めないように、グルテンを今作っていくっていうことをしっかり意識して、作業していけば、あの慣れだと思います。簡単に作れるように。これが美味しさの決め手だと思います。あ、だいぶ生地が伸びていい感じになりました。これぐらいの、少しこうビヨーンと伸びるようなぐらいのグルテンがつけば、これで完成です。で、これをよいしょ、上が、これを冷蔵庫に入れても膨らんでくるので、ちょっと大きめの箱、だいたい大きさでいうと膨張率でいうと2倍ぐらいにはなってくるので、だ高さのある、でだいたいこね上げ温度は28度あたりを目安にしてください。で28度あれば最高です。蓋を閉めてそのまま1時間置いておいて、5度の冷蔵庫の中に入れます。はい、これが、24時間発酵させて外で1時間させたやつになります。これだけ膨らんでます。網目状に気泡が出てつながっています。一個一個の網の気泡がイーストが出したガスになります。で、ガスをイーストが発酵という、発酵するとガスと旨味成分を出します。で、そのガスがこの一個一個のグルテンに包まれたこう気泡、これが膜となって、で生地の中に高級アルコールだったり有機アミノ酸だったり、美味しさの元となるものがこの生地の中に入ってきます。なのでパンの美味しさっていうのは、当日生地を作って生地を練って焼くよりも長く発酵させた方がパンは美味しくなります。これ24時間なんですけれども、これをそのまま48時間置いといても生地は状態的にはこうあまり変わらないので、今日、練った生地が明日食べられるのと明後日食べられるのをこうタッパー分けてみたり、そうやって
1回の作業で2回楽しむということもどんどんしてみてください。で次にこれを成形して、分割成形してパンにしていきます。生地をなるべくこう締めないように広げます。その後これを半分に切って、半分に切って、で半分に折っちゃいます。で軽くガス抜きをして、軽く伸ばして形を整えて、生地は真ん中の方が膨らむので、若干ちょっと真ん中をすぼめてやって外に広げていく感じで、でこれで最終の発酵を取ります。で発酵を取る時に、軽く霧吹きをかけて、上からビニールをかけて、あったかいところでだいたい30度ぐらい、28度あたりのところで、1時間ほど置いていただければ、これが発酵します。これなんですけど。プロっぽくてすみません。霧吹きかけます。赤手用ので、はい、収集してください。暖かいところで、をさせます。はい。1時間経って発酵の終わったフォカッチャの生地になります。大きくなってます。で、この次にオリーブオイルを塗ります。オリーブオイルは上から垂らして指でくぼみをつけて、でくぼみのところ、指でつけたくぼみのところに入ったオリーブオイルが焼けて、すごくそこが美味しくなります。少しくぼみを作ります。フォカッチャはオリーブオイルをすごく食べる、美味しく食べる食べ方なので、見てください。今まで粉からこねて育てたパンが、パンの息遣いというか、はい、生命を感じます。美味しくなあれと念じながら。では焼きます。大体20分で焼き上がります。家庭用のオーブンだと大体180度ぐらいの設定で、入れる前にしっかりと180度で余熱を取っておいてから、オーブンの中に生地を入れてください。いい色に焼けてます。ポイントは、そこの裏面の、色になります。これがしっかり色がついてれば OK です。それでは焼き上がったフォカッチャ食べます。よく色もよく溶けて、オリーブオイルも染み込んで美味しそうです。薄く焼いてるので歯切れが良くて、中のもちもちの生地で、そこにオリーブオイルの香りがすごくグーッときて、とてもすごく美味しく焼き上がってます。次回はこのフォカッチャを使った生地でチーズを入れたチーズのパンと、ベーコンを入れたベーコンのパンのバリエーションの紹介をしたいと思います。このフォカッチャの生地は一つの生地からいろんなバリエーションが取れるので、ぜひとも参考にしてください。日曜夜はテレビで情熱大陸。